皇帝の使者。フランツカフカ。原田義人役。皇帝が、そう呼ばれているのだ。君という単独者、みすぼらしい進化。皇帝という太陽から、貧弱な姿で、遠い遠いところへとうがれていく影。そういう君に、皇帝が、臨終のベッドから伝言を送った。皇帝は、死者を、ベッドのそばにひざまずかせ、その耳に、 そのの伝言の文句を囁いた皇帝にとってはその伝言がひどく大切だったので死者にそれを自分の耳へ復唱させたのだったうなずいて見せることで皇帝はその復唱の言葉の正しさを裏書きしたそして自分の死に立ち会っている全員を前にして障害となる司法の壁は打ち壊され広々と伸び 近くまで続いている宮殿前の階段の上には帝国の高官たちが臨形を作って立っているこうした全ての者のを前にして皇帝は使者を派遣した使者はすぐとに着いた力強い疲れを知らぬ男だあるいは右腕あるいは左腕と前に伸ばしながら群衆の間に自分の道を切り開いていった抵抗する者がいると 彼は自分の胸を指さした。その胸の上には太陽の印がついている。彼はそうやってまた他のどんな人間にもできないほどたやすく前進していくことができた。だが群衆はあまりにも多かった。彼らの住居は果てしなく続いていた。広々と下の腹が開けているならば死者はどんなに飛ぶように走ったことだろう。そして、 やがて、君は、きっと、彼の拳が、君の戸口を叩く、素晴らしい音を聞いたことだろう。ところが、そんなことにはならないで、彼は、なんと、無益に骨を折っていることだろう。いつまでたっても、彼は、宮殿の奥深くの部屋部屋をなんとかして駆け抜けようとするのだ。だが、決して、その部屋部屋を抜けきることはないだろう。そして、 もしうまく駆け抜けたとしても何一つ植えるところはないだろう次には何とかして階段を駆け下りようとしなければならないだろうそしてその階段をうまく駆け下りることができても何一つ植えるところはないだろういくつもの内庭を越えていかなければならぬのだそして数々の内庭の次には第二の壮大な宮殿が来るそれから 再び、階段と内庭だ。それからまた宮殿だ。そういうことを繰り返して、何千年経っても終わることはない。そして、とうとう、一番外側の門から走り出たところでだが、決して、決して、そんなことは起こるはずがない。やっと、彼の前には、首都が横たわっているのだ。その首都こそ世界の中央であり。 世界の沈殿物で高く積み上げられている誰一人としてここを駆け抜けることはできないしまして死者の便りを携えて駆け抜けることはできないだが君は夕べが訪れると君の窓辺に座り心の中でその便りを無双するのだ